めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。ありがとうございます。ケンイチです。今回は立ち飲み丸八に来ております。こちらはですね、このホルモンはね、牛っていうところで、こちらメニュー見ていただいたら分かるんですけど、牛のてっちゃんとか牛のバラとか牛煮込みとかいろいろあるじゃないですか。まあ、ホルモンで牛っていうのはなかなかねないかなというふうに思っておりまして、では入ります。そしたらあの牛のハラミと牛のてっちゃん、塩でお願いします。瓶ビールでお願いします。瓶ビール、はい、ありがとうございます。うわぁ、来ましたね、大瓶。いただきます。これにこうドラム缶の上で食べれもいいですし、席があると思うんですけど、席じゃなくてこちらの荷物置き場ということですよね。だから基本は立ち飲みスタイルになります。先ほど注文したホルモン、牛のホルモン焼いていただいてるんですけど、もうその香りがやばい。私も香りにのめるんですよね。やばすぎるやろ。このグラスなんだけども、ものすごく薄いんですよ。なんか軽いで、薄いガラスってなんか高級なイメージがあって、高級なところで飲んだビールグラスっていうのは薄いっていう私の中で思ってまして、それですが、豚もあります。あとスピードメニューとしてこのようなメニューがあったりとか、ご主盛りだったら今日は90円というか、裏にもメニューがあるということで見てみましょうか。こちらが裏になります。チョリソーとかシラスエビージョとかありますよね。厚切りハムエッグ300円とか、ありがとうございます。来ました。いや、これめちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。分厚い。では、ハラミいただきます。うん。噛んだらじわーっとこのジューシー肉汁が溢れてましたね。これは間違いなく酒が進みます。酒というかビールですよね。この大きなこのキリンが 4切れ、 1,2,3,4、 5切れ入ってるやん。タレの方はさらっと、ちょっと甘くて醤油系のさらっとしてる味付けです。肉の旨味を引き出すタレではないでしょうか。めちゃめちゃうまい。うん、最後ちょっと一味をかけます。大体牛のハラミって焼肉屋で言ったら700、800円すると思うんですよ。もうその中で400円でいただくってかなりお得かと思うんですよね。大きめで食べ応えがあるハラミです。来ました、牛てっちゃんの塩になります。塩あの初めて食べますね。楽しみです。ではいただきます。プルプル。
があるなと思うんですね。その中でタレでいただくっていうのが多いじゃないですか。タレじゃなくてさっぱり系の塩で締めていただくっていう、カジキで違う美味しさを開花したっていうか、なんか今だ瞳孔が開いた。もう牛の脂の旨味をね、塩がすごく活かしてるというか引き出してる。これめちゃめちゃうまいですよ。ということで次のなんかないかなというところで、私はウイスキー好きなんですよ。ウイスキーのロックでね、結構合うかった。あ、すいません、あのウイスキーのロックをお願いします。ホルモンをウイスキーで飲むっていうのはなかなかないかと思うんですけど、でも私はね今回人生初めてホルモンをウイスキーで飲みたいと思ったんで注文いたしました。あ、ありがとうございます。今来ました、ウイスキーのホルモン。まずはちょっとウイスキーだけいただきましょうか。たまりませんね、ウイスキー。うわー、おいしい。ガツンとくる。このね、甘みと牛のホルモンの甘みがね、同調し合うからと思うんですよね。いや、もう楽しみでしかないわ。私はあの好きかもしれません。あのこれはね、好き好みがあるかと思うんですけど、ハマる方にはめちゃめちゃハマると思いますよ。味かもしれない。美味しかった。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。